べ放題って言葉、この世で一番好きだな。説明させていただきます。スープが2種類も、死ぬほど肉食べよった。すご、野菜も食べ放題とか、健康になっちゃうな。お、カレーがある。でもあれはお腹を膨らませるための罠。騙されたりしないぜ。死ぬほど肉食べよっと。わかめご飯ある。え、ワッフルも自分で焼いて焼きたてが食べれるの。はあ、見事にわかめご飯とワッフルでお腹いっぱいになっちゃった。また来よっと、ワッフル食べに。喉痛い日記書いたらライフハック教えてもらった。なるほど。というわけで早速ドラッグストアで買ってき、でかっ。さてどうやって飲むかな。違うな、これ絶対違うだろ。人に見せられない格好になってたもん。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。